のズボンが見たい。ズボンが見たい、うん、いや前にさ、はい、話してて、はい、同じズボンを何本もたくさん持ってるって言ってたじゃん。はい、だそれをその状態を見たいなと思って、うん、状態そう、同じズボンと言いますか、このもう今日ももちろん履いてます、うん、ユナイテッドアローズ&サンズの、うん、大輔おばなさんのデザインのシリーズなんですけれども、うん、大好きで出るたびに買うし、ちょっとデザイン違いだったりするんですけど、うんうん、もちろんね、それを持って今日持ってきましたよ全部。わやった、見たい、すごい。肩ちぎれるかと思った。だちょっとこれ見ていただけると分かるけども、うん、ね、ほら、ああ本当だ、ちょうどここ、あちょっと違うけど、そう、でもタック一緒だ、これだから いい素材だね。そう、私が好きなのが、うん、こうやっぱまずゴム、うん、でこういうとこがなんかちゃんとしっかりしてるから、うん、あのカジュアルでもフォーマルでもいける、うんうんうん、そしてシワにならないし、あ確かに、とってもいいんです。なんかこれが1、2、3、4、あちょっとネイビーな、そう5、6、えこれは短パンバージョン、あ短パンバージョン短パンバージョン、短パンバージョンは3本、うん、あ短パン3本、はい、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、あこれはちなみにあの裾がしぼんでるタイプ、あ本当だ、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32です。あ、33です。毎日履き替えても余る。本当にほぼ一緒だね。色はね、そう、若干違うけど、なんて言ったってだって合わせやすいんですもん。一番お気に入りあるんですか、うん、私結構これはお気に入りだし、今履いてる、そう、このやっぱりこのここにねライン入ってるとすごいしっかり見えるじゃない、うん、区別ついてる。いや、ついてますよ。ハーフパンツもめっちゃお気に入り、沖縄にも履いてったし、これはレディースなのよ、うん、あ、ここはメンズなの、メンズとレディースもちろんあるんだけど、これはちょっと細いの、うん、細いバージョンも気に入ってる、うん、あとやっぱこの色ですよね、確かにね、若干そう、で、幅とかもここもここにこうタックが入ってたりして、ちょっと若干ね、うん、形も違うし、うん、こう膨らんでちょい細くなるっていうのお気に入りですし、毎日これどれをこの中からどれを取ってどの T シャツを取っても合うんですよ。確かに、え、こんないいことありますか。だからあれ同じの履いてるって思っても、なん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 変えてるんですね。ということで、変えてるすべてをご覧ください。